はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回の作品は1993年から OVA がリリースされていた超時空世紀オーガス2。これオーガス02って表記されてますけど、まあ、DVD とかの英語のタイトル見るとあのオーガス2って書いてますんで、まあ、僕はそっちで、まあ、いつも言わさせてもらってるんですけど、まあ、今日はね皆さんとこの作品に触れていきたいと思います。でオーガス2って言ったらこっちだろっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、今日はそれじゃなくて、このウェーブから発売されていたガレージキットのオーガス2。これ僕いつどこで買ったのか全然覚えてないんですけども、僕ちょくちょく子供の頃作ったプラモデルご紹介させていただいてますが、これは子供の頃じゃないです。90年代だともう僕成人してたんですけど、ただ技術的にも僕未熟で、あと言い訳なんですけど20代の頃っておもちゃやホビーに対するモチベーションがちょっと低下してたんですよね。そういう方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんなわけで一応組み立ててはあるんですけど出来は悪いです。でその本体はどこにあるかっていうと、このアルトロンガンダムの箱の中にあります。組み立てちゃうとね、さっきの箱の中だと入らないんですよ。さあ、じゃあ中身をお見せしますよ。さあ、じゃあね、今回も動画のラストには恒例のお絵描きコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ててくださいね。で気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタンまたよろしくお願いします。あとツイッターもやってます。フォローもぜひ。お、何気にウーフェイが残ってますね。彼は乗る機体を間違えてます。で本来のパッケージに戻りまして、でこれが組み立て説明書です。これ意外と貴重な資料満載なんで、ちょっと後でねちゃんと見ます。でその他、これがね金属製のエッチングパーツなんですけど、細かいモールドとかを再現する箇所にはこれ使用してます。僕これ最初作った時、なんていうんですかね、ガレージキットの素組みって感じで、もう塗装もせず、とりあえず形になってりゃいいや、みたいなノリで作ったんですね。こんな高いもの買っといて、なんていう使い方だって感じですけど、それを何年後かの僕が見て、見かねて、せめて塗装だけでもしようって言って、組み上がってる状態で塗ったりしたものなんで、ほんと今日の動画はシャレだと思ってみてくださいね。お、このパーツは。そういえばね、この羽がついてたんですよ。これ飛行形態の時の翼なんですけれども、実際このキットは飛行形態にはできないです。僕は使ってないんですけども、これはまた後で説明しましょうね。嬉しいことにデザイナーの森木康弘さんに時々コメントいただけるんですけれども、それもあって、今回これならどうだっていう感じで探してきたのがこいつです。オープニングのクレジットだと森木さんはデザインワークスって表記されてるんですけど、どんなお仕事内容だったのかちょっと気になります。でこのオーガス2のデザインは説明書を見ると、森木さんの名前になってるんですけど、とにかくお仕事っぷりが素敵ですね。あのゼオライマーのアニメとか、ガンダムはガンダムでもあのクスイガンダムとか、あのオーガスの第2弾を担当されたりとか、結構無理難題をこなされてるような印象があってリスペクトしてます。ちょっと近くからお見せするの恥ずかしいんですけども、細かいところは目をつぶっていただいて、もう何の処理とかもしてないですからね。これ劇中飛行形態フライヤー形態に変形します。ガオーク形態には変形しないんですよね。ただそういう変形とかそういったギミックは一切ないです。これはね、存在することに意義があると思ってください。20世紀の遺産です。こういう細かいディティールのところに金属製のエッチングパーツを貼り付けたりしてます。僕ねこのアングルが好きなんですよ。だから今日の動画は遊ぶ動画じゃなくて、一緒に眺める動画だと思ってくださいね。部分的にポリパーツを使用してまして、一応関節可動も若干はします。とは言っても自分でボールジョイントを仕込んでいくので、もはや非可動のがれきのフィギュアを改造して可動式にしてる作業をなんかやってるような気持ちになっちゃうんですけど、肩はねちょっとスイング可動とかしてちょっと素敵。これ回転はね当たっちゃうんですけど、一応回るようになってます。材質はもちろんレジン製ですが、もう壊れそうで触るのが怖いです。僕よくプラモデルで遊ぼうって言うんですけど、コメントで、プラモデルは遊ぶものじゃないっていうお声もいただいて、確かにと思ったんですけど、これに比べたら、昔のこういうアイテムに比べればプラモデルは全然遊べるんじゃないかと。肘回転は OK ですけど、曲げるのはちょっと隙間がなくて厳しいです。肘のパーツはちょっと接続の向きを説明書と変えちゃってます。こうしないとはまらなかっただけなんですけど、手首は軸接続で回転はできます。左右で指のポーズが違いますけど、交換用手首はないです。あと腰はこうやって少し前屈が可能です。
で股関節はボールジョイント入れてたんですけど、もうぐにゃぐにゃになっちゃうので、まあ、軸接続に変えたんですけど、ちょっと折れそうなんであんまり回せないです。で膝も二重関節のはずなんですけど、上の部分は僕固定しちゃいました。なのでちょっとしか曲がらないです。もうこうしとかないとね、もう立たせた時にグニャグニャグニャってなるんですよ。足首はめちゃめちゃ動くんですけど、ここで回転して、でさらにその下にボールジョイントを仕込んであります。まあ、全体的に各関節塗装が剥がれそうであんまり動かしたくないんだけど、足首だけはもう遠慮なくいってます。というわけで箱にはフルアクションって書いてあるものの、大したポーズはつけられないんですけど、でもこの時代に、まあ、レジンのガレージキットで、まあ、ちょっとでも関節動かそうっていうのは僕すごい嬉しかったです。まあ、全6話の OVA で、まあ、僕は結構好きだったんですけども、まあ、こういうの続編っていうのかスピンオフっていうのか、まあ、中盤から前作との関連性がちょっと見えてくるみたいなのは嫌いじゃなかったです。これから見る予定って方いらっしゃるのかな。まあ、でももう28年前の作品だからネタバレしちゃっていいですよね。後半に初代オーガスに関係するあるキャラクターが出てきて、僕はテンションが上がりました。ちょっと組み立て作業はお見せできなかったので、ちょっとバラせるとこだけバラしてご覧に入れようかななんて思います。これ肩の軸は金属パーツだったりします。まあ、さっきも言いましたけど、買った時の僕がもう適当に作ってたんで、パーツごとに多分バラして塗装したんだと思うんですけど、これ大変だったんだろうな。なんかちょっと人事っぽいですけど、カラーリングは説明書だとホワイトっていう指示になってたんですけど、劇中見てるとちょっとグレーがかって見えるんで、ちょっと薄いグレーにしてるみたいですね。なんか古い骨董品の壺を触ってる時みたいな感じでそーっとやってますけれども、この僕の気持ち皆さんに伝わってますでしょうか。もうこうやって記録として残しておけたらもうあんまり触りたくないかな。二の腕は結構細かいパーツに分割されてる構造で、とりあえず全部取れるところは取ってきましょうか。このね、細い軸でつないでます。これお値段箱に 12,800 円って書いてありましたね。そういう時代です。これどこで買ったのかな。かつてウェーブのショップありましたよね。まあ、僕ニューレイズナーとか買った思い出がありますけど、まあ、20代の頃は西船橋に住んでたんですけど、たまに東西線でわざわざ逆サイドまで行ってましたね。さあ、そして今日はこれを最後にお見せしたいんですが、説明書なんですね。まず表紙には制作前の準備が書いてありますが、まあ、僕全然表面処理とかもしないで適当に作ってありますけど、ここにオーガス2デザイン森木さんのお名前が。で、僕この説明書大事に取ってる理由は、この次のページからの設定資料集。もう我が家にはオーガス2がこんなに載ってる紙媒体はこれしかないです。飛行形態フライヤーはこんな感じ。まあ、こっちも再現しようと思ったらやっぱりもう1体買うしかないんですけども、まあ、当時の僕には経済的に無理でした。で、変形方法がここに載ってます。まあ、21世紀の技術だったら変形モデル作れるかもしんないけど、でも羽が突然飛び出したりしてるのはどうするかって感じですね。まあ、ちょいちょい二次元の嘘も入ってるっていう雰囲気ですけれども、飛行形態で飛んでる姿も結構印象的でした。90年代にも入ってくると、まあ、作品も一周した感じで、まあ、続編とか、あとは同じタイトルを冠している作品とかがもう結構出てきてましたよね。まあ、これ以外にも、まあ、クロスセブンやったし、まさかのボトムズ続編確約たる異端、あと V ガンダムも始まっちゃうわけですよ。さらに同じタイトルもので言っても、鉄火マンブレードとか長者ライディーンなんてのもありましたし、なんかムーブメント2周目入ってるなーって感じてました。ここね、お好みで羽取り付けてくださいって。まあ、劇中でも部分的に翼が出てる場面とかあって、まあ、印象に残ってます。もう見てくださいよ。まあ、自分でドリルで穴開けたりね。まあ、僕の技術じゃこんな綺麗に組み立てられなかったです。で、頭頂部についてるこのちっちゃな羽は、まあ、これは金属製のエッチングパーツ。これで組み立てるとこんな感じになると。まあ、この機体は手持ち武器は持ってないです。ただミサイルとか内蔵してまして、戦闘力はあります。いやー、懐かしいなこの時代。まあ、さっきおもちゃやホビーに対するモチベーションがちょっと低下してたって言いましたけど、ただもちろんやっぱり欲しいものは買ってましたから、ガンダムとかマクロスとか。ただホビー界にしてもハイエイジトイの文化っていうのがまだ全然大きくなかったから、あといかにも子供向けでおもちゃおもちゃしたアイテムも多かったから、
まあ、今と比べたらどうしてもやっぱり買う量は少ないですよね。大人がおもちゃ売り場行くのも今と比べても結構居心地が悪かった思い出があります。でもそんな中、こういったガレージキット系のメーカーとかが80年代に引き続きこういう尖ったアイテムを商品化し続けてくれていたっていうのが、まあ、興味深い時代でした。さあ、このアイテム大きさは、まあ、72分の1スケールってことなんですけども、まあ、だいたい15センチいくかどうかぐらいかな。で、同じ72分の1でなんかないかなと思って、まあ、その辺にあったのがこれね、オーラバトラー。あれ、なんかもうちょっと大きくなりそうな気がするんですけど。さあ、このオーガス、もしこれから見るっていう方いらっしゃいましたら、まずオープニング曲聞いた時にちょっと引いちゃうかもしれないんですけども、ただあれ3話ぐらいまで見てるとあの曲が頭からもう離れなくなりますから、楽しんでください。今回の作品、何か思い出とかエピソードありましたら、ぜひコメント欄にまた書き込んでってくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴をあげております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方もどうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫、うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、まあ、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル、知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて、次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。